里舞アット統計のお姉さんが動画の中で、まあ、この里舞さんがおっしゃるには、はい、チャンネルを作るときに、はい、この本がとても役に立った、はい、ブランドアーキタイプ戦略っていうのをおっしゃっていたので、はい、昨日取り上げさせていただいたんですね、はい、なんかねあまりピンとは来てないんですよ、はい、まあ、なぜかというと多分そのアーキタイプというものが、はい、ブランドと結びついていなくて、はい、なんて抽象度が高いというんでしょうか、はい、アーキタイプが指すものが、はい、ブランドでいうところの消費者なのか、はい、ブランド側なのか、はい、全部なのか、はい、っていうのがあまりピンときてなくて、はい、あ、多分これはアーキタイプに対する自分の理解が薄いんだろうな、はい、と思って昨日あの Amazon を見ていたんですね、はい、そうすると、そこにですねヒーローズジャーニー、はい、12のアーキタイプを知り、はい、人生と世界を変えるっていう本があったんです、はい、でおそらくそれはアーキタイプ12個の説明なんだろうなと思ったんですね、はい、僕そっち知らないやと思ったんです、はいはい、全く知らないと思って、はい、もしかしたら里舞さんは、はい、その基本的な知識の中に、はい、そのアーキタイプっていう理解があった上で、はい、ブランドアーキタイプっていうのを読むと、はい、しっくりきたのかもしれない。ブランドが先なんじゃないですかね、統計のお姉さんなんて。ああ、どっちなんでしょうね、はい、で、ああ、それその辺の理解が薄いといけないなと思って、はい、本を買わなきゃと思ったんですよ、はいはい、で、ちょっと今日準備しなきゃと思って来るじゃないですか、はい、コーヒーを入れてる時に、はい、本棚を見ていると、はい、ありました、はい、あれって、はい、今日僕が買わなきゃと思った本が、はい、本棚にあると思って、はい、英雄の旅、はい、ヒーローズジャーニー、はい、12のアーキタイプを知り人生と世界を変える、はい、実務教育出版、はい、言ってくださいよありますよってずっとありますもんね。僕この何度となくこの本棚は見てたんですけど、はい、怖いですよね。意識に入ってないですね。もうブルーバス効果、はい、今までの僕は、はい、これは全く目に入ってませんでした、はい、これなんで買ったんですか。これもともとその、まあ、うちが仕事あのブログ書いたりとか、はい、マーケティングの一環ですよね。で、はい、まあ、世の中の物語っていうのは、はい、まあ、ある程度のパターンがあるみたいな、まあ、昨日の話ですよね。そうですね、全てこうある程度こう一定の法則パターンがあって、もう人々はそれを求めてる、まあ、人によってその趣味は変わると思いますけど、はい、っていうのが多分アーキタイプだと思うんですよね、まあ、確かに、はい、出かけて、はい、いろんな目にあって、はい、帰ってくる旅ですよね、はい、英雄っていうのは、はい、全部英雄なんですよね。全部英雄です、はい、ただその起点がどこにあって、はい、どう回って帰ってくるか、はいはい、みたいなので、そのコンテンツ作る時もそれが役に立つよっていう、はい、のでヒーローズジャーニーなので、はい、本当はその里舞さんにあやかってね、はい、このブランドアーキタイプの戦略、はいはいの紹介をしますなんて言ってたんですけど、はい、違うと、はい、まずアーキタイプを理解した方がいいのかなんじゃなくて、はい、僕が、はい、このチャンネルをやっている私がアーキタイプやりたいってなってしまった、はいはい、奥田民生も歌ってますよ、はい、さすらおーおーおーですよ、はいはい、であのさすらい奥田民生が歌う、はい、みんな大好き奥田民生、はいが、あのさすらいの歌ってどうやって終わるか知ってます？わかんない。エンディング覚えてないです。さすらいも しねえで、はい、さすらいもしないで死んでたまるかみたいな、確か、はいはい、死んでたまるかじゃないかもしれないけど、はい、ではさすらわない人生って嫌じゃないですか、はいはい、岡田斗司夫も言ってますよ、サイコロを振らないままで死ぬのは真っ平だみたいな、はいはい、あ、確かに人生ってそれだねって、はい、で僕はなりました、はい、のでアーキタイプの話ができればなと思ってます、はいはい、このヒーローズジャーニー、はい、アーキタイプとヒーローズジャーニー、旅のどのステージでも私たちが英雄であることに変わりはないと、英雄の資質をどのように定義して体験するかは文化的にも個人的にもどのガイドっていうのは12のアーキタイプですね、はい、が活性化しているかによって変わってくる。例えば西洋社会でヒーローという言葉から連想されるのは
ドラゴンを倒すようなウォリアーだろうと、はい、でこのウォリアー戦士のアーキタイプは西洋文明の男らしさを連想させるものであり、私たちは英雄といえば男性、しかも白人男性を想起させると、はい、で女性や肌が白くない男性は脇役とみなされる、はい、相棒、悪党、救出される犠牲者みたいな感じになってしまう、はい、白人男性以外は、はい、わかりますよね、はい、結構日本のアニメもよくそれで批判はされますよね。あ、どういうことですか。なんで、はい、金髪で、あ、はいはい、白い人ばっかなんだと、はい、主人公が、はい、確かになんですよ、はい、でプリキュアでも、はい、スタープインツインクルプリキュアっていうところで初めてちょっと肌に色のある褐色の女の子が出るんですけど、はい、やっぱりそれはね人気は低いんですね、はいはい、結構叩かれもした、うん、なので多分結構色濃くそれは根付いてるんでしょうね、アーキタイプとして、はい、そういうイメージが、うん、で年齢性別を問わず全ての人にとって戦士のアーキタイプは英雄の資質の重要な側面ではあるものの、この戦士が唯一のアーキタイプというわけでもないし最も重要なっていうことでもないと、はい、で12のアーキタイプはそのどれもが英雄の旅や個性化のプロセスで重要な役割を果たしていますと。で、はい、このあなたの目に映る世界は、はい、今のあなたの思考や行動がどのアーキタイプに支配されているかによって変わってくると、はいはい、支配しているアーキタイプが戦士であればあなたの目の前には乗り越えなければならない壁があると、はい、でアーキタイプが援助者であれば助けを求めている人々があなたの目に見えるだろうと、賢者であれば幻影と状況の複雑さを目の当たりにして真実がなければならない、はい、俺は真実を見つけるんだ、うん、みたいなもがきをしていると、はい、あなたが道化に支配されているのであれば次は何をして楽しもう、はい、何をして楽しもう、うん、もうエニアグラムじゃないですかこれってはい、まあ似たような概念、なんか読みながらもう、はい、あ、これってとらわれの話をしているなんて見えるんですけど、はい、でそうなるとこの12種類のアーキタイプはヒーローズジャーニーの案内人、要はあなたが旅に出るための、はい、ガイドであると同時に旅に組み込まれた12のステージとなると、めちゃめちゃ面白いと思って、はい、この12種類、まあ、これちょっと分かりやすくなんか順序、まあ、順序があるわけではないんですけど、例えばあなたの身に何か悪いことが降りかかった場面を想像してくださいと、我々で言うと、まあ、仕事面ですかね、仕事や大切な人との関係が危機に瀕しているような状況を想像してくださいと、例えば最初の数分は問題を直視したくないっていう思いにとらわれるが、かっこシャドウの幼子、それから生来の楽観主義が頭をもたげて戻ってくる、かっこ幼子、そして状況を正確に把握しようと努めるようになる、次に待ち構えているのは無力感と痛みであり、あなたは他人に助けを求める、かっこ孤児、次はそれまで蓄えてきたものを総動員して問題に対処するために行動を練っていく戦士、そして計画を実行に移す段階では精神的な支えという意味で自分や仲間が何を必要としているかにも注意を払うようになる、かっこ援助者、そしてあなたは情報収集に励み探求者、幻想や偽りの希望を手放し破壊者で、自分を変えるために新たな絆を求め求愛者、そして解決策を見つけようとする創造者、つまり自分の成長を促すやり方で危機に対応していくと、そして危機を脱することができるとすぐに自分の態度が問題誘発したのかどうかを検証し統治者、そして自分に原因があると分かったら二度と同じ状況を招かないために原因となった部分を癒すように努める、これが魔術師、そして自分には非がなかったという結論に至った場合はただ単に痛みを癒すこともあるだろうと、そうすることで現状から学ぶべきことが見えてくる賢者、そしてそれを学ぶことで再び人生を楽しむ余裕が生まれ、かっこ道化、そして人生のプロセスを信じる気持ちを取り戻す、で幼子に帰ってくる、はい、でまたもう一回、はいはい、っていう
順番はそれぞれいろんな組み合わせがあるかもしれないんですけど、はい、物語でも、まあ、でもこう大体その流れだみたいな話、ね、結局今僕が夢中になってるアニメも、はい、そこなんですよね、はい、こうなんか現状があって、はい、そこから現状から引っ張り出されて、はい、旅に出て、旅に出て壁にぶつかって、はい、落ち込んで、はい、成長して、はい、で帰ってきて、で帰ってまた旅に出てっていう、はい、まあ、確かにドラゴンボールとか、はい、ワンピースもそうかな、はい、は多分幼子ですよね、はい、まあ、壁はあったりはすると思うんですけど、ね、幼子で旅に出て成長していく、はい、で例えばジョジョとかだと、はい、あれは戦士が旅に出るんだなとか、はいはい、あでこの組み合わせの違いでできてるって思うと、はいはい、あ確かにと、うん、でこの旅における3つのステージとして準備、旅、帰還という3つのステージに分かれますよと。準備の段階では自分の能力、勇気、思いやり、理想への忠誠心を証明するように求められますと。でこれが準備の段階で、旅の段階では家族や一族の元を離れて探索の旅に出るが、そこで私たちを待っているのが苦しみ、死、別れですね、うん、そして愛だと。でもここで重要なのはあなたが形を変えていく、出会うことで、はい、形を変えていって、まあ、その変わったことで、まあ、この本で書いてあるのは財宝や聖なる神の器を見つけるっていう行為で表現されることが多いと、はい、まあ、帰還ですね、はい、何かを得て帰ってくる、得て帰ってくる、はいはい、旅に出ましょうですね、すいません、それをみんな求めてるって話なんですよ。それは成長ですよね、はい、成長なのか達成なのか、はい、でまあその物語の種類は人それぞれ、まあ、あるかもしれないけど、まあ、そういうのを求めてるみたいなが多分アーキタイプみたいな、はい、というのでもう一回じゃあこのアーキタイプはどんな種類があるのか。幼子が目指すものは安全であり続けることで、恐れていることは見捨てられることで、問題への対処は存在を否定する、助けを求めるだと。で孤児のアーキタイプが目指すものは、安全の回復、恐れるものは搾取で、問題への対応は犠牲者になる。で戦士が目指すものは勝利、恐れるものは弱さ、問題への対処は立ち向かうで、援助者の目指すものは人を助けるで、恐れるものは自己中心的な態度で、問題への対処はドラゴンが傷つけたものを世話をする。ドラゴンも世話するんですよ ね、 みたいですね。若干この辺になんかちょっと見えますよね、はい、何かが、はい、物語でもこういうのありますよね、はい、で探求者の目指すものはより良い人生の探求、そして恐れるものは順応、ドラゴンへの対処は逃げるで、破壊者の目指すものは変身、なるほど、で恐れるものは消滅で、問題への対処は受け入れて対峙する。で、求愛者の目指すものは至福、恐れるものは愛の喪失、問題への対処は愛を与える。で、アーキタイプ創造者の目指すものはアイデンティティ、恐れるものは信憑性の欠如で、問題への対処は自己の一部として主張する。で、アーキタイプ統治者の目指すものは秩序、恐れるものは無秩序、問題への対処は建設的な利用方法を見つける。で、魔術師の目指すものは変容、魔術師の恐れるものは妖術、問題への対処は変容させる。で、賢者の目指すものは真実、恐れるものは欺瞞、問題への対処はそれを超越するんだと。で、最後道化の目指すものは享楽、恐れるものは意気消沈、問題への対処は幻惑させるとありますと。で、はい、これの続きもあってですね、はい、それぞれアーキタイプの課題とギフトっていうのもありまして、幼子の課題っていうのがあって、幼子の課題は忠誠心と洞察力で、美点としては信じる気持ちと楽観主義で、孤児の課題は痛みを処理して全身で受け止めるで、ギフト美点としては自立心と現実主義、戦士の課題は本当に大切なもののために戦う、ギフト美点としては勇気と自制心、
援助者の課題は誰も傷つけずに与える。でギフト美点は哀れみな心、寛容な心で、探求者の課題はより深遠な自己に忠実に生きる。そしてギフトは自立野望、まあ、これすらも美点っていうことなんですよね、はい、あ、そりゃそっか、それがないといかないですもんね、はい、で破壊者の課題は自己の解放、ギフト美点は謙虚さだと。破壊者は美点は謙虚さなんですね。結びつきます。僕今間違えたと思って見直したんですけど、あ、字が違いますね、はい、あ、これごめんなさい、謙虚と書いてあります、ごめんなさい、はい、謙虚さです。あ、大丈夫です、はいはい、いや、この破壊と謙虚って、はい、結びつかないですね。なんかピンときます。これ誤植じゃないですよ、こっちが誤植ってことですね。あ、私の字は間違ってますけど、はい、読んでる字は合ってます、はい、謙虚です。はい、で求愛者の課題は私腹に従う。でギフト美点は情熱、献身で、創造者の課題は自己の創造、自己の変容で、ギフトは個性、使命感で、統治者の課題は自分の人生に全面的に責任を持つことで、ギフト美点は責任感、管理、魔術師の課題は自己の宇宙との連携、ギフト美点は自分だけのパワー、賢者の課題は悟りへの到達、ギフト美点は英知、束縛からの解放、道家の課題はプロセスに対する信頼、ギフト美点は喜び、自由とあります、はいはい、英雄はなぜ帰還するのか、生きっぱなしの英雄っていないのかな、まあ、多分物語で言うと生きっぱなしがあるんだとすると、はい、そこがユートピアの場合ですよね、はい、要はユートピアで、おそらくそれはもともといたとこがユートピアで、はい、それを取り戻すっていう話なので結局は帰ってきてるんだっていう話になるんだと思います、はいはい、あのここの本にも出てくるんですけど、もともと自分が住んでたところがユートピアだったのに、はい、それを取り戻すんだ、なんかこの今いるところがまたユートピアに戻るみたいな、あ、そうですね、はい、なのでそれは行きっぱなしに見えるかもしれないけど、うん、物語としてはそれは帰ってきてるっていう話になるんだと思います、はい、ピーちゃんごきげんよう。生きて帰らぬ帰れぬは物語の類型にはあるみたいですけど、今回みたいに浸透しているかは不明ですね。多分その物語があるんだとすると、はい、生きて帰らないっていう達成だとは思うんですけどね、はい、まあ、自分が犠牲になることでみたいな、あ、っていうっていうのもある話なんだと思います、はいはい、まあ、ありそうですよね、ホラーとかとか、まあ、あとはこの型を知っていれば、はい、どう崩すかで、はい、面白みが生まれるわけですもんね、はいはい、幼子は赤ちゃんみたいに安心感を求める、安心感を求める純粋な気持ちでっていうことですよね、多分まあ物語のスタートみたいな話ですよね、ヒーローズジャーニー的に言うと、あ、はいはい、だから、まあ、何も行動しないけど、まあ、安心感だけ求めてそこにいるみたいな、あとはまあ好奇心とかですよね、はいはい、というこのアーキタイプがありますよと、はい、